ジョルジュ・メリエス、出生名、マリー・ジョルジュ・ジャン・メリエスは、フランスの映画制作者で、映画の創世期において様々な技術を開発した人物である。パリ出身、世界初の職業映画監督と言われている。SFX の創始者で、多重露光や低速度撮影、リゾルブ、ストップモーションの原始的なものも開発した。 また手で色付けしたカラー映画も作っている。撮影を通して現実を操作し変換する能力から最初のシネマジシャンとも称される。彼の最も有名な作品は1902年の映画、ガツ世界旅行と1904年の映画、不可能を通る旅である。どちらも不思議な宇宙旅行を描いた作品でジュール・ベルヌのようなスタイルであり、 黎明期の重要な SF 映画とみなされている。また、最初期のホラー映画の制作でも知られており、1896年の悪魔の館にまで遡る。メリエスの生誕地を示す記念名番1861年12月8日、パリで、ジャンルイスタニスラス・メリエスとオランダ人の妻、ヨハンのカタリナ・シュエリンフの間に生まれる。父は1843年に、 一人前の靴職人として、パリに出てきて、ブーツ工場で働き始め、そこで妻となる女性と出会った。母の父は、オランダ王宮にブーツを収めていたブーツ職人だったが、工房が火事で壊滅してしまい、パリに出てきていた。二人は結婚し、高級ブーツを作る工房を開き、アンリとガストンという二人の息子が生まれた。ガストンが生まれた頃には、裕福になっている。 ジョルジュ・メリエスは7歳から学校に通っていたが、その学校は、不屈戦争で砲撃された。その後は、一流のリセルイーコールルイーコールグランに通っている。絵画の才能を発揮し、10歳で、紙製のパペットで人形劇を作り、10代の頃はさらに洗練された、精密なマリオネットを作っている。1880年、バカロレアを取得。 映画制作を始めた頃、芸術的なものを生み出せるはずもない文網などと批判されたが、自身の回想録では正式な古典教育を受けていることを強調している。しかし同時に、自身の創造性が知性よりも本能的なものだと認めてもいる。ロベールウーダン劇場における夫人の雲隠れ学校を出ると、二人の兄と共に実家の靴屋を手伝うようになり、 そこで縫い方を習った。3年間の徴兵を経て、父により、ロンドンに行かされ、一家の友人の下で、事務員として働く。ロンドン滞在中にエジプシャンホールで、ジョン・ネビル・マスケリーのイリュージョンを目にし、ステージマジックに熱中するようになった。1885年、エコールでボザールで絵画を学びたいという、新たな希望を抱いて、パリに戻った。 しかし芸術家になるなら資金援助しないと父が言い張ったため、実家の工房の機会を監督することで妥協した。同年、兄の義理の妹との結婚話が持ち上がったが、それを拒否して、ウジェニー・ジェナンと結婚した。彼女は、一家の友人の娘で、かなりの持参金を持たされていた。その後二人の子、ジョルジェットとアンドレを設けた。実家の工房で働きつつ、 ステージマジックへの興味を育み続け、ロベール・ウーダン劇場の舞台に参加するようになった。ロベール・ウーダン劇場は有名な、マジシャン・ジャム・ジェーヌ・ロベール・ウーダンが創設した、劇場である。またエミール・ボワザンから、記述の手ほどきを受けて、ムーゼ・グラバンや、ギャラリー・ビビエンヌ・デショーを開催した。188 18年。 父が引退すると、一家の事業の自分の相続分を二人の兄に売り、その金と妻の持参金を使って、ロベールウダン劇場を買い取った。その劇場は壮麗で、舞台照明もあり、様々な仕掛けや何体かのオートマタもあったが、それでできるイリュージョンはすでに時代遅れのものだった。そのためメリエスが、新相オープンさせても、客の入りは低調だった。その後9年間、 メリエスは30以上の新しいイリュージョンを考案し、ロンドンで見たような喜劇仕立てや恋愛劇仕立ての劇を組み込み、観客数を増やした。有名なイリュージョンとして、公演中の教授の首が切り離され、首が胴体に戻るまで話し続けるというものがある。ロベール・ウーダン劇場を買い取った際、同劇場の主任技師、ウジェーム・カルメルをそのまま雇っている。また、演者として、 ジュアンヌ・ダルシーもいた。後に、メリエスの愛人となり、さらに後に二人目の妻となった。この頃、いとこのアドルフ・メイレズが編集するリベラルな新聞ら、グリフォで、風刺漫画家としても働いていた。劇場主として、メリエスは舞台に立つことが、徐々に減っていき、裏方に回ることが多くなっていった。監督、プロデューサー、脚本家、大道具、小道具などを務め、 同時に新たなマジックのネタを考案した。劇場が人気になると有名なマジシャンを何人も連れてきた。イリュージョンや演劇の合間に妖精のパントマイムやオートマタのパフォーマンスを行い、幻灯機のショー、雪が降るとか稲妻が走るといった特殊効果もいった。1895年シャンブルシンダカルであるティスツ、イリュージョニスターゼの会長に選ばれた。 1895年12月28日、パリのグランカフェ近いのサロンナンディアンで、同じくフランスのリュミエール兄弟による映画の公開を見た。メリエスはすぐさま1万フランでカメラを1台売って、欲しいとリュミエール兄弟に申し出たが、拒否された。メリエスは、ロンドンに赴いて、アニマトグラフの発明者ロバート W ポールから、映画のフィルムを何本かと映写機を購入した。 ロベール・ウーダン劇場では1896年4月には、日々の興行の一部として、映画を上演している。そして、ギシリュシアン・コルスタンとリュシアン・ルロの助けを借りて、アニマトグラフの映写機を参考にして、映画用カメラを作り始めた。オートマタや特殊効果用装置の部品を流用して、実動するカメラを組み立てることができた。しかし、 パリにはまだ撮影用の未使用のフィルムが売っておらず、現像書もなかったので、メリエスは、ロンドンで、パーフォレーションのないフィルムを購入し、試行錯誤しながら、自分で現像した。1896年9月、コルスタン及びルロと連名で、キネトグラフロバート法人と名付けた、中鉄製、カメラ兼映写機の特許を取得した。動作音は、かなり、想像しく、メリエスは、 コーヒーミルとマシンガンと呼んでいた。1897年には、パリでももっと良いカメラを購入可能になり、メリエスは、早速ゴーモンやリュミエール兄弟やパテのカメラを何台か購入した。メリエスは1896年から1913年までに531作品の映画を撮影しており、作品の長さは1分程度から40分まで様々である。 扱っている主題はメリエスが劇場で披露していたマジックショーに似ており物が消えるとか大きさが変化するといったトリックや不思議な現象が含まれているそれら初期の特殊効果映画にはプロットと言えるものが基本的になかったそういった特殊効果はプロットを強化するためというよりも何が可能かを示すためだけに使われているメリエスの初期の映画の多くは 単一のカメラによる合成で撮影されており、それだけで映画全編を構成している。例えば、一人オーケストラという映画では、多重露光を使い、メリエスが一人7役を演じ、同時に画面に映っている。後に、バスター・キートンはこの技法を、さらに洗練させ、キートンの即席百人芸で使った。困った、カズヨの。 ワンシーンメリエスが映画を撮影し始めたのは1896年5月のことで、8月にはロベール・ウダン劇場で上映を行っている。1896年末、ルロと共にスターフィルムカンパニーを創業し、コルスタンが主要カメラマンとなった。初期の作品の多くは、リュミエール兄弟の作品のコピー、またはリメイクで、それによって1日2000人の集客がある。 グランカフェに張り合おうとした。例えば最初の作品とされるカード遊びもリュミエール作品とよく似ている。しかしメリエスの初期作品には彼の芝居とスペクタクルを好む傾向が現れており困ったズヨという作品はホテルの宿泊客が大きな虫に襲われる話である。より重要な際としてリュミエール兄弟は彼らの発明が科学や 歴史の研究にとって重要だと考えており、世界中にカメラマンを派遣して、民族学的なドキュメンタリー映画を撮らせた。一方、メリエスのスターフィルムカンパニーは、マジックやイリュージョンの延長線上にある、娯楽的方向へ舵を切った。メリエスは、当初から映画撮影に特有の特殊効果を実験し、時にはその技法を発明した。 回想録によれば、あるシーンを撮影中に、カメラが一時的に故障し、映写してみると、バスが霊柩車に入れ替わり、女性が男性に入れ替わったという。この偶然からカメラを止めて被写体を入れ替えるというトリックを発見した。同じトリックはすでに、トーマス・エジソンがメアリ王女の処刑で残手シーンに使っている。メリエスがこのトリックを最初に使ったのは、 ロベール・ウダン劇場における婦人の雲隠れで舞台から人間が消えるという当時すでに古典的となっていたマジックを映画的に強化し人間を骸骨に変えさらに人間を舞台上に再登場させた1896年9月パリ近郊のモントルイユに映画スタジオを建て始めた主な舞台となる建物は壁も天井もガラスでできていて昼は 照明なしで撮影できるようにしてあり、舞台の寸法は、ロベールウダン劇場のものと同じである。他に、楽屋やセットを作るための格納庫も建設している。それぞれの色は、モノクロのフィルムで撮影した時思いがけない、明るさの灰色になる可能性があるため、役者の衣装や化粧、セットなどは、すべて様々な、明るさの灰色で着色された。メリエスはこのスタジオを、 写真館と劇場の舞台を融合したものと称した。舞台でのマジックやミュージカルの手法に習って、セットの前で役者が演じるという手法を採用。これ以降メリエスは、モントルイルとロベールウダン劇場を行ったり来たりする、生活となった。朝7時に、スタジオ入りし、10時間セットの制作を指揮し、午後5時に、着替えて劇場に戻って6時までにその日の出演者を、迎え入れる。 手早く夕食を取り、午後8時からのショーに、間に合うよう劇場に戻り、その間に、セットのデザインをスケッチする。ショーが終わるとモントルイユに戻って寝た。金曜日と土曜日はそれまでに作ったセットを使って、撮影を行い、日曜日と祝日は、劇場の昼間興業に当てた。舞踏会の後の入浴の、ワンシーン1896年には78作品。 1897年には53作品の映画を制作。その後も様々なジャンルの映画を撮り続けた。ルミエール風のドキュメンタリー、喜劇、歴史の再現、ドラマ、マジック、おとぎ話などが主なジャンルとなった。ジョルジュ・ュブリューネルは1897年にメリエスとルロは特色ある奇想天外な場面や芸術的場面。 劇場を再現した場面などを作り、街灯を撮影しただけの他の映画とは異なるジャンルを生み出したと記している。リュミエール兄弟やパテと同様ポルノ映画も制作しており、エル、インディスクリート、ベインズ・デメール、レマニア・ディーズル、舞踏会の後の入浴などがある。特に、舞踏会の後の入浴は、メリエス作品で現存する唯一のポルノ映画で、ジュアン・ヌダルシーが主演している。 また1896年から1900年までの間に10本の広告映画も制作しており、ウィスキー、チョコレート、離乳食などの商品のコマーシャルを作った。1897年9月、ロベール・ウーダン劇場を映画館に転換し、映画の上映を主として合間にマジックを行うようにした。しかし、1897年12月末には、 映画の上映を土曜の夜のみに限定している。天文学者の夢のワンシーン1898年には30本しか制作していないが、さらに野心的で成功な映画を作るようになっていった。アメリカ海軍のメイン号の沈没を再現したビジットスー、マリン・ジュメーン、マジック映画イリュージョンズ・ファンタスマゴリックス、おとぎ話の天文学者の夢などがある。 天文学者の夢ではメリエスが天文学者を演じ、月や悪魔や天使が登場する。ラテンタチオンでセインとアントワーヌは宗教を皮肉った映画でイエス・キリスト像が誘惑的な女性に変化する。メリエスはその後も宗教を皮肉った映画をいくつも制作した。また特殊効果の実験も続けており、サール・エーメンジャー・ファンタスティークでは、 撮影時にフィルムを逆回しにしている。また、黒い背景で役者に演じさせ、フィルムを巻き戻して、別の映像を再度撮影するという二重露光による合成も実験している。例えばラカベルンマウジテでは、洞窟内を漂う透明な幽霊を描き、いくつもの頭を持つ男ではメリエスが、自分の頭を3回取り除き、4つの頭で合唱してみせた。 現代の目で見れば粗雑だが、こういった特殊効果を実現することは難しく熟練を要した。1907年のインタビューでメリエスは、役者は異なるシーンを10回演じて、その間の自分の動きを覚えておく必要があり、前のシーンで自分がどこに、どういう格好でいたのかを正確に覚えて演じなければならないと述べている。シンデレラの ワンシーンを1899年にも特殊効果の実験を続けている。例えばクレオパトはクレオパトラを描いた歴史映画ではなくミイラが現代に蘇るホラー映画で2005年にパリで発見されるまでフィルムが現存しないと思われていた。この年メリエスの2つの作品が有名になる。同年夏、当時論争となっていた。 ドレフィス事件を描いたエル・アフェア・ドレーファスを制作。フランス陸軍所属のユダヤ人対アルフレド・ドレフィスが、スパイ容疑で告発された事件である。メリエスはドレフィス派であり、ドレフィスが冤罪であり、不当にデビルズ島の監獄に、収監されたというように同情的に描いた。この映画が上映されると、両派の口論から乱闘に発展したため、警察は、 映画の結末部分の上映を禁止した。また、同年後半、上映時間7分、20のシーンで構成され35人以上が出演した映画、シンデレラを制作。この映画は、ヨーロッパやアメリカ合衆国の各地で上映され、大成功を収めた。ジークムント・ルービンはアメリカの映画配給業者は、エジソンの映画市場支配が進む中、それに対抗できる。 魅力的作品を必要としていた。メリエスの作品は特に人気があり、シンデレラは1899年12月の初、公開以降も毎年のように再上映されている。トーマス・エジソンに代表されるアメリカの映画制作者は、海外からの競争相手の参入に憤慨し、シンデレラの成功後は、メリエスの作品が、 アメリカ国内で上映されないよう画策したが、間もなく海賊版が出回るようになった。メリエスらは、海外市場で対抗するため、シャンブルシンダカルでエディターズシネモトグラフィークという、組合を結成。メリエスが1912年まで、組合長を務め、ロベール団劇場がその本部となった。その頃、映画での収益を、モントルイールのスタジオ拡充に使い、 より成功なセットを作れるようになり、増え続ける衣装や小道具などを収める倉庫を増設した。一人オーケストラのワンシーン1900年には33作品を制作しており、中には13分の長さのジャンヌ・ダルクがある。一人オーケストラでは特殊効果をさらに進化させ、メリエス本人を7人同時に登場させてオーケストラを演じている。 またレレーブデノエルという作品では、イエス・キリストの誕生の場面を特殊効果を使って描いている。1901年も映画を制作し続けて成功を収め、メリエスの名声は頂点に達した。ラ・クリージリード・イル・パピオン・ドールでは、ある男が毛虫を翼のある美しい女性に変化させ、次に自身が毛虫に変化する。また、 シャルルペローの物語に基づいたおとぎ話レープティチャペロン・ルージュや、青ひげといった作品もある。青ひげではメリエスが主人公の青ひげを演じ、ジュアンヌ・ダルシーらが共演している。この映画では、クロスカッティングや、マッチカットといった技法を使い、登場人物が部屋から部屋へ移動する様子を描いている。エジソンの会社の1902年の映画、ジャックと豆の木は、メリエスの 青髭などの作品の技法を真似たものだが、あまり成功しなかった。同年制作のルオムニバスでトークスブランクイノワールは、黒人役を使ったバーレスクで、バスの4人の白人乗客が1人の大きな黒人に、変化して、バス運転手がそれを撃つという話である。1902年になると、カメラを移動させて、登場人物の大きさが変化したように見せるトリックの、 実験を始めた。台車に乗せたカメラを前方に移動させたもので、同時にカメラマンは正確にフォーカスを調整し、役者は必要に応じて立ち位置を調整しなければならなかった。その技法を最初に使った作品が、レ・ディアブル・ジオン・ウレ、ミラクル・デラ・マドンネで、メリエス演じるサタンが巨大化して、ウィリアム・シェイクスピアのジュリエットを脅かすが、そこに、 聖母マリアが現れると、サタンが小さくなるという話だった。同じ技法は、ゴム頭の男でも使われており、メリエス演じる科学者の頭が巨大化する。この技法も含め彼が長年改良してきた特殊効果の技術の集大成とも言うべき映画が、この年に制作された。1902年5月、有名なガツ世界旅行を制作。 宇宙船が月の目に突き刺さるシーンでよく知られている。ジュール・ベルヌのガッツ世界旅行と H.G. ウェルズのガッツ世界最初の人間を参考にした。メリエスは天文学者の夢で演じた天文学者によく似た教授を演じている。その教授は天文学会の会長で月旅行の監督を務めている。巨大な弾丸のような形状の宇宙船が彼の研究所で作られ、 それに六人の男が乗り組んで月を目指す。宇宙船は巨大な大砲で発射され、月を演じる男の目に突き刺さる。六人の男は月面を探検し、眠りにつく。夢の中で彼らの周りを星座が踊り、フォリーベルジェール諸族のカルワザ氏が演じる月人が襲撃してくる。月人から逃れて宇宙船にたどり着き、なんとか月を離れ。 地球の海に着水する。最後に6人は研究所に生還し、講演者らに歓迎された。14分というメリエスとしてはそれまでで最長の作品であり、制作費は1万フランだった。モノクロ版と手書きで色をつけたカラー版を工業修羅に販売し、フランスだけでなく世界中で大成功を収めた。これによりメリエスはアメリカでも有名になり、トーマス・エジソンや、 カール・レムリも違法コピーした、海賊版で人儲けした。この著作権侵害をきっかけとして、メリエスは、スターフィルムのニューヨーク支社を立ち上げ、兄ガストン・メリエスが支社長となった。ガストンは、靴屋では事業に失敗していた。1902年11月に、ニューヨークに着いたガストンは、アメリカでの著作権侵害の証拠を発見。例えば、バイオグラフが、 映画プロモーターのチャールズ・アーバンにロイヤルティを支払っていた。ニューヨークにはルシアン・リューローズがついていった。1902年のメリエスの成功はさらに続き、3つの作品が当たった。ザ・コロネーション・オブ・エドワード・セブンでは、イギリス国王エドワード7世の戴冠式を再現した。この映画は実際の戴冠式の前に撮影されており、 スターフィルムのロンドンでの代理人、チャールズ・アーバンが取り仕切った。実際の戴冠式の予定日には、上映可能となっていたが、エドワード7世の健康状態に問題が生じ、戴冠式が6週間延期された。そこでメリエスは、実際の行列を撮影して映画に加えた。映画は、当たり、エドワード7世もこれを鑑賞した。次の作品は、ジョナサン・スウィフトの、 ガリバー旅行記に基づいた、レボエッジで、ガーリバーアリ,リパットイシェレジェンツとダニエルデフォーの、ロビンソン・クルーソーに基づいたデ、デアベントゥールでロビンソン・クルーソーだった。1903年制作の、妖精たちの王国について、映画評論家ジーン・ミタリーは、疑いもなくメリエスの最高傑作で、ともかく最高に指摘と評した。18物セットを使った30部構成の、大作である。 ロサンゼルスのトーマス・エルタリは、ガツ世界旅行より面白いと広告を打って1903年に、リリックシアターで上演した。ロサンゼルスタイムズ紙は、エキスパートが時間と金をかけて、映画の限界を示した興味深い作品と評した。この映画のプリントは、英国映画協会とアメリカ議会図書館に保管されている。この年、メリエスは、 特殊効果の完成に向けた努力を続けた。レパラプリュイ・ファンタスティークでは変化の速度を速くし、音楽教では7への多重露光による合成を試している。その年の最後に、ファウストを題材にした、ファウスト・オ・アンフェアを制作。これは、エクトル・ベルリオーズのオペラを参考にしているが、ストーリーよりも、地獄の旅を特殊効果で、いかに表現するかに重点が置かれている。例えば、 地下庭園、火の壁、水の壁などが登場する。1904年には続編ファウストマーガレットを制作。こちらはシャルルグノーのオペラに基づいている。この二つの映画をつなぎ合わせた版も作っており、オペラの主要なアリアで同期させている。1904年にもセビリアの理髪誌に基づいたレ・バルビエ・デ・シビルで文芸路線を追求した。 これらの作品は観客にも評論家にも受けが良く、メリエスの名声はさらに高まった。不可能を通る旅で太陽が宇宙船を飲み込もうとするシーン1904年制作の最大の作品は、不可能を通る旅でガツ世界旅行に似ており、太陽の中や太陽など世界中を旅する映画である。メリエスはインスティチュート・オブ・インコヒーレント・ジオグラフィーの技術者、 マイボーラフの役で、ガツ世界旅行の教授のような役回りである。マイボーラフは、一行、オートモボーラフという乗り物での旅に誘う。ある男は、アルプス山脈の最高峰へと、旅するが、その乗り物はそのまま登り続け、太陽にまで到達する。太陽には、ガツ世界旅行での月のように顔があり、その乗り物を人のみにする。結局地球に戻って、 潜水艦で太陽の中を進み、出発点に戻って還元される。24分の作品で、これも当たった。映画評論家、ルイス・ジェイコブスは、この映画は、メリエスの全才能を表している。彼のトリックの複雑さ、機械装置を持つ彼の視力、設定の創造性、豪華な背景画により、その当時の最高傑作となったと評している。1904年。 フォリー・ベルジェールの監督ビクター・デ・コットンズはメリエスに彼のレビューの一部として上映する映画の特殊撮影を依頼した。その結果完成したのがベルギー王レオポルト2世を皮肉ったレレード・パリ・モンティ・カルロ・イ・エヌ・ドゥールである。この映画はフォリー・ベルジェールでまず上映され、その後メリエスがスターフィルムの作品として販売した。1904年末。 トーマス・エジソンは、パレ・アンド・スタイナーの制作した映画が、エジソンの制作した映画とストーリー、登場人物、撮影までそっくりだとして訴えた。エジソンは理由を示さずに、パテや、スターフィルムも同時に訴えている。パレ・アンド・スタイナーは時段を選び、この訴えが、法廷に持ち込まれることはなかった。1905年、ビクター・デ・コットンズから、 シャトレザベのレビューレクワルテセントクズジュディアブルへの協力を依頼された。メリエスはそのために2つの短編映画レボエジジダン、レスパストレサイクロンを制作し、レビュー全体の脚本にも協力した。1905年はまたジャンウジェーヌ・ロベール・ウダン生誕100周年でもあり、ロベール・ウダン劇場でも記念公演を行い、 メリエスも数年ぶりに舞台で新たなマジックレフェノミニーズジュスピラチザムを披露した。同じ頃、モントルイールのスタジオの増改築を行い、電気の照明を設置し、二つ目の舞台を作り、衣装も買いました。1905年は22作品を制作しており、冒険者、千数世物語、 リップ・バン・ウィンクルの伝説とロバート・プランクエットのオペラに基づいたおとぎ話らレジェンデでリップ・ファン、ウィンクルなどがある。1906年に制作したのは18作品で、レクアルテ・セント・クズ・ジュ・ディアブルやラフィーカ・カラ・ボース・ウル、ポイナード・フェータルなどがある。メリエスを有名にしたおとぎ話系の映画の人気は低下し始めており、犯罪者や、 家族ものといった新たなジャンルを模索し始めた。アメリカのガストン・メリエスは以前の3作品の価格を下げなければならなくなった。1905年末にはガストンはスターフィルムの全作品の価格を20%値下げして売り上げを回復させた。モントルイールのスタジオにいるメリエス1907年メリエスは舞台での新たなイリュージョンを3つ考案し ロベール・ウダン劇場で披露した。映画は19作品を制作しており、ジュール・ベルヌの作品のパロディ、海底2万マイル、ハムレットを短編化したものなどがある。ジーン・ミタリーやジョルジュ・シドルといった映画評論家は1907年からメリエスの彫楽が始まったと指摘し、一方ではそれまでのものを繰り返し、他方では他者の新しいものの模倣になっていったと評している。 1908年、トーマス・エジソンは、アメリカとヨーロッパの映画業界を制御する手段として、モーションピクチャーパテンツカンパニーを結成。これには、メリエスのスターフィルムも含め多くの映画制作会社が参加した。スターフィルムは、毎週1000フィートのフィルムを MPPC に供給することを義務付けられ、その義務を果たすためにメリエスはその年に68作品を制作した。 ガストン・メリエスは、シカゴに、新たなスタジオメイレズマニュファクチャリングカンパニーを作り、弟がエジェソンへの義務を果たすのを助けようとした。しかし1908年中はガストンは全く映画を完成させていない。この年メリエスは、野心桜シビリゼーションやトラベール・レアージュを制作。これは、人類の歴史をカインとアーベルから1907年の、 ハーグリク戦条約まで悲観的に描いたもので工業的には当たらなかったがメリエスは生涯の最高傑作として誇りに思っていた1909年に入ると映画制作を止め2月にはパリで開催されたインターナショナルフィルムメーカーズコングレスの第1回会合の議長を務めた出席者の多くはメリエスも含めジソンの独占を 心よく思っておらず、なんとかその状況を覆したいと考えていた。この会議では、今後は映画を販売するのではなく4ヶ月の契約で、リースすること、リース先は会員に限ること、フィルムの企画を定めることで合意した。しかしメリエスにとっては二つ目の合意が問題で、メリエスの作品を上映しているのは、映画館よりも、見せ物小屋や音楽ホールなどが多く、 彼らは会員になる気はなかった。メリエスは、ある雑誌のインタビューに、私は、企業ではなく、独立したプロデューサーだと答えている。1909年秋から、映画制作を再開。同じ頃ガストンは、メイレズ・マニュファクチャーリング・カンパニーを、ニュージャージー州フォートリーに移転し、その年は3本の映画を制作した。1910年、ガストンは、 テキサス州サンアントニオにスターフィルムズランチという新たなスタジオを設け、そこで西部劇の制作を開始。1911年にはスターフィルムのアメリカ支社をアメリカンワイルドウエストプロダクションズに改称し、カリフォルニア州南部に新たなスタジオを開設した。ガストンは1910年から1912年にかけて130以上の映画を制作し、 MPPC へのスターフィルムの義務の大半を満たした。同じ1910年から1912年にかけて、ジョルジュ・メリエスが制作したのはわずか20作品である。1910年には14作品を制作し、デイリュージョンズ・ファンタジストでは、舞台上のマジックを扱っている。ロベール・ウーダン劇場で過ごすことが多くなり、スピリチュアリスト・フェノミナという、新たなレビューを作った。 同年スターフィルムは拷問に映画配給を任せる契約を結んだ。また同年秋にはシャルルパテと取引し、そのことがメリエスの映画制作者としての経歴に終止符を打つ原因となった。その取引とは、パテがメリエスに巨額の映画制作費を与える代わりに、制作した映画はパテが配給し、編集権もパテ側が持つというものだった。また、 取引の一環としてパテは、メリエスの自宅とモントルイユのスタジオに、低当権を設定した。メリエスは早速映画制作に取り掛かり、1911年には、ミュンヒハウゼン男爵の幻覚やレビトライディアボーリーク、など7作品を制作。ほんの10年前には大人気だった、おとぎ話的な映画だが、これらの作品は、工業的には失敗し、赤字となった。 1912年も野心的作品を作り続けており、特に極地征服が有名である。当時、1909年にロバート・ピアリーが北極点に到達し、1911年にロアール・アムーンセンが南極点に到達していた。それを踏まえた映画だが、下の巨人などのファンタジー的要素も含んでいた。またジュルベルヌの ハテラス船長の冒険の要素も含んでおり、ガツ世界旅行、不可能を通る旅と合わせて三部作と呼ばれることもある。局地征服も工業的には失敗し、パテはメリエス作品の編集権を行使することを決めた。メリエス最後のおとぎ話的作品となったシンデレラは新技術のディープフォーカスカメラを使いロケ撮影した54分の作品だった。パテは メリエスの長年のライバルだったフェルディナンドゼカに編集を任せ33分に短縮したがこれも工業的には失敗に終わったその後の作品も同様の結果に終わり1912年末にはメリエスはパテとの契約を破棄することにした一方ガストンは1912年末家族や撮影スタッフ20人を連れてタヒチ島にいた そして1913年までかけて、南太平洋とアジアを撮影して回り、ニューヨークにいる息子に撮影したフィルムを送っていた。しかし送られてきたフィルムはダメージを受けていて使えないことが多く、ガストンは MPPC へのスターフィルムの義務を満たせなくなった。撮影旅行から戻ったガストンは5万ドルの損失を計上することになり、 スターフィルムのアメリカ使者を売却せざるを得なくなった。ガストンはヨーロッパに戻り、1915年に亡くなった。ガストンとジョルジュが顔を合わせることはなかった。1913年、パテとの契約を破棄したが、同時にそれまで受けていた巨額の制作費を返済しなければならなくなった。しかし1914年に第一次世界大戦が、 始まって支払い猶予令が出たため、パテは、メリエスの自宅とモントルイユのスタジオを差し押さえできなく、なった。いずれにしてもメリエスは破産し、映画制作を続けられなくなった。回想録でメリエスは、賃貸システムに馴染めなかった点、アニガストンが財政面で失敗した点、第一次世界大戦の恐怖などを映画制作をやめた、主な原因としている。 同時に1913年5月に妻、ウジェニー・ジェナンが亡くなった。その時息子アンドレは12歳だった。戦争により、ロベール・ウーダン劇場が閉鎖され、メリエスは二人の子を連れて数年間パリを離れた。1917年、フランス陸軍は、モントルイルのスタジオの建物を商位軍人のための病院として使用。 メリエスは、モントルイールの二つ目の舞台を劇場とし、1923年まで、そこで24以上のショーやレビューを催した。また戦時中、フランス陸軍はフィルムに含まれるセルロイドと銀を再利用するため、メリエスの映画の原版400本以上を没収している。陸軍は、軍歌のかかと部分などにメリエスのフィルムを使った。1923年、 オスマン通りという新たな大通りを建設するためロベール団劇場が取り壊された。同年、パテはついにスターフィルムとモントルイユのスタジオを獲得。やけになったメリエスはモントルイユのスタジオに保管されていたすべてのネガやセットや衣装を燃やしてしまった。そのため多くの作品が現存しないという状態になった。それでも200以上のメリエス作品が現存している。 すべてを失ったメリエスは、公の場に姿を見せなくなった。1920年代中頃には、モンパルナス駅周辺で雨とガングの売り行し、他の映画制作者らが集めた基金による援助で、食いつないでいた。1925年、長年の愛人だったジュアンヌ・ダルシーと結婚し、パリに住んだ。 1920年代末頃、何人かのジャーナリストがメリエスと彼の業績を調べ始め、新たな関心が生まれた。映画界で再評価されるようになり、1929年12月にはサルプレエールで解雇展が開催された。それについてメリエスは回想録で、人生の最高の瞬間を経験したと記している。1931年、 レジオンドヌール勲章を受賞プレゼンターは、ルイ・リュミエールが務めた。リュミエールはメリエスを、映画的スペクタクルの創造者と評した。しかしどんなに賞賛を受けても、生活は楽にはならなかった。友人ローストという映画制作者に宛てた手紙で、メリエスは、運良く、健康状態は良い。しかし、毎日14時間休みなく、 冬の寒さの中や夏の暑さの中で働き続けることは難しいと記している。1932年映画界はメリエスと孫娘マドレーヌと妻ジュアンヌダルシーにラメゾンジュルトレットジュシネマの部屋を提供した。メリエスはこれに感激しあるジャーナリストにこれでパンと住処を心配しなくて住むのは最高の満足だと手紙を書いた。 オルリーでは、若い映画監督と共同で脚本を書いたりしたが、どれも実際の作品にはならなかった。例えば、ハンス・リスターとミュンヒハウゼン男爵の新たな脚本を、カキ、アンディラン・グロワ、ジョルジュ・フランジュ、マルセル・カルネ、ジャック・プレベールと共にレファントーム・ジュ・メトロと題した作品を構想した。晩年には、プレベールと共に、広告の仕事を若干行っている。 1935年、ラングロアとフランジュは、ルネクレールを伴ってメリエスと会い、翌年には、オルリーの老人ホーム内の使われていない建物を、映画フィルムのコレクションの保管所として借りた。そして、その保管所の鍵をメリエスに預けており、メリエスは後に、シネマテイクフランセーズの一部となるコレクションの最初の管理人となった。 結局1913年以降新たな映画は制作できなかったし、1923年以降は舞台に立つこともなかったが、亡くなるまで絵や脚本を書き続け、若い映画制作者らに助言し続けた。1937年末に重い病気にかかり、ラングロワがパリのレオポルド・ベラン病院への入院を手配した。ラングロワが手厚く看護し、死の直前には、 フランジュが見舞いに訪れた。彼らが病床を訪れると、メリエスは、最後のシャンパンボトルのコルクが弾けて、泡が溢れている絵を見せた。そして、ともよ笑え、私と笑ってくれ。私は、あなた方の夢を見たのだからと言った。1938年1月21日、ガンにより死去。その数時間前にはもう一人の映画の先駆者、エミール・コールも亡くなっている。 ペール・ラ・シェーズ墓地に埋葬された。様々な原因により、メリエスの全531作品のうち現存するのは約200作品となっている。メリエス自身がオリジナルのネガを焼却しており、フランス陸軍がプリントを没収したこともあり、1950年により、以前のフィルムの80%は自然に劣化した。新たにフィルムが発見されることもあるが、 現存する作品の大部分は、アメリカ議会図書館に保存されていたものである。これは、ガストン・メリエスが、スターフィルムのアメリカ支社を立ち上げた1902年以降、著作権を守るため、映画の各フレームを因果誌に焼き付けたものを提出していたためである。ガツ世界旅行の有名な場面。メリエス自ら顔のある月を演じた。ありがとうございます。